赤ちゃんはね、そうお腹にね、お腹におってそれ生まれそうなの石でを石で冷たい石で巻いて生まれないようにして、だからそれが生まれたのがあれ王神ですかね、王神天皇でしょ、行ったというわけでしょ、うん、あれ嘘でしょ、あれ嘘でしょうね、あれ嘘ですよ、うん、だから朝鮮半島のね、朝鮮半島の何か言われてる歴史はね、あんなほとんど嘘ですわ、だから白村江の戦いもなかったと言われてるんですよ、うん、最近言われだした、うん、朝鮮半島の、ね、歴史なかったんですよ、朝鮮人には失礼なんやけどね、うん、中国から上から攻められて日本は未満になってるのがあって、うん、日本が南半分を統治してたわけでしょ、うん、だからいなかったわけです、日本人が行ってやってたわけですよ、ところがでっち上げた歴史をやられてるから合わないわけ、日本の歴史と、うんうん、なんか神社研究されてた人は、うん、あの向こうに統治してたとこがあったとは言われてました、うん、日本人が行ってね、うん、日本そうそうそしてあの向こう日本と同じような古墳があるのはそれ当たり前だって、ま、こっちからだから前方後墳、うん、規模は小さいけどね、それをね言われてましたね、その前方後墳はあった具合ありから、うん、壊してるらしいですよ、うん、あそうなんですかそうそう日本の古墳分かるから壊したはんねん、うん、いう話や、うんうん、な面白い話ですわ、うん、それとあの宇宙の話もなんかご存知だったから、ここね全員見て帰っていただいて、このこのね、あの、うん、なんかやっぱりあのマヤ文化火炎土器 ねこれね、うん、遮光土器、あれの壺みたいなやつ、そうそう、あれを逆さまにすったら本当にロケットみたいにロケットに乗って宇宙行ってたって、あの人が言うてはりますよそしてなんかその反対になってる写真かなんか見て、あら本当に見えます、ね、見えますね、ひろし林って言うてる人は言ってません、あれあんな私てるかもしれません、長いからねあんまり見てないんですけど、あれだが面白いね、でこれがね国宝になった最近ね、合唱する縄文土器、これ女性なんですよ、これね、この真ん中の下の方を見るとね、シンボルがあるからね。胸はあのちっちゃい。胸小さい ね、うん。男性みたいに見えるんだけど、でこれがその宇宙へ行くね、操縦してる姿じゃないかなと言われたりして、合唱してはるけどね。なんか、あれみたいにつけてますね、服が違いますね。服が違うでしょ。で綿綿のようなものをかぶってるからね、こっちはまあメガネとかしてあるけどね、こう宇宙へ行ったりすると太陽の光が強くなるから、こういうマスクとかなんかしない、で宇宙へ行ったらこう浮くようなものをね、服をつけてある、でこれは NASA の人が採用したっていうんでね、この姿を NASA の人が採用したんじゃなくて、日本人がこの服を着て宇宙に行ってたっていう話でしょ、竹内文字を見るとあまりにもすごいから、やっぱり技術としか扱えないですよね。扱えない。もうそんなんどこにも伝承されてきてないから、伏せられてたからずっと。だから宇宙へ行ってるのに、そのやっぱりこのメキシコ行かないかんないって急遽行ってきたんですよ、去年ね。これもメキシコのですか。メキシコは十字ですよ、うん。ありますね、十字ね。どこにあるんですか。ここ耳のところに十字。ああちょっと斜めになってるけどね、うん、あ本当やね、うん、メキシコ人も元は日本人ですからね、うん、カラマヤ族というからね、うん、なんかね、うん、であの儀式をやってましたからね、ここでね、うん、でこのピラミッドのタイプですわね、うん、これもそうなんですか、うん、これもね向こうのねあるんですよ。これはあの翡翠みたいなもんでね作った面がね、この骸骨みたいなもんある、うん、ここにまあいろんなもう絵文字というか模様がいっぱいこうあるわけですね、うんうん、その辺が特色ですね。もう一つ意味がわからないんですが、あの丸がカレンダーね、360日の1年間のカレンダーをそれで表しているというんですね、うん、それが日本のカレンダーとは違うね、の有名でっかいんですよこれね、3メーターぐらいの大きさなんですよこれね、この丸がね、それが向こうの王宮にかかってたというんですね、
それが今博物館に移動させられて有名になったからこういうレプリカをね作って土産物で売ってましたんで、ね、で買ってきたんですけどね。マヤ文字というのはこのその左側にこう絵文字みたいなのあるでしょ、あれがマヤ文字らしいんですよね。ちょっと複雑ですね。ちょっと普通ではちょっと勉強してもわからないね、うん、でこれがね私の誕生日を表すねマヤ文字のねそこの上のわざわざ作ってもらったんですよね、コンピューターでね、もう下も続いてるんですけど、これが私の生年月日を表すマヤ文字なんですよ。数字なんか表すんだよね、そういうのが分かってきたね。だから地下都市があったということですよね。マヤ現在でもあの地下に都市があるんですよ。だから鍾乳洞なんかのような形で水が流れて下に空洞ができて、はるか昔にねそこで生活していたと。今もそういう人たちがいらっしゃるらしいね。日本でも洞窟がたくさんね、鍾乳洞の洞窟で生活していたという記録があるしね、うん、山の上の方でそういう人たちが宇宙へ飛んでいたという話があるのも、まあ、それと関連してね、おそこ本当かわからないけど、つながってるということのようですね、あれかな、竹内文書だね、うん、花の浮き船でね飛んでいたとか、これがこの間あれやね、あそこの海岸寺にあったあのあれやね、神代文字の空海が書いたという、こう同じ形してるね、三角形のね、一緒ですね、一緒やも、空海が持ってきたと言われる、うん、あの前ね、どなたかお話しされてたけど、竹の船あって、なんかこっち来た時に、うん、あの金沢神社にその竹の船があるそうなんですね。金沢神社、金沢神社どこにあるの、どこ場所、茨城県にあるの、72年か75年か何年だったか、に大祭があって、その10日ぐらいかけて往復するって、何十キロでしたかね、結構な、あ、そう、竹の船っていうのはどうなんかな、そんな丈夫なんかな、うん、なんかまあね、あのね、あの太平洋にあるね、あのインドネシアのサダントラジャというところはね、あの竹の船がで、あの向こうの島へ行ったという記録があるんですよ。で竹で作った家があるんですよ、それが船型をしてる家、でその竹の文化があるから、あの昔のムー大陸のあった頃に島伝いにインドネシアまで行けたらしいですよ、竹船でね。日本も交流があってそれも来てるみたいですね、その関係があるかもしれませんね、そうですね。竹というものはね、やっぱり軽くて浮きますからね。結構強いですね。強いからね。そういう面ではね。まあこの辺はまあ、あとはまあ別館の方に乗るんでね。別館の方はまあ世界の民族でね、そんなやってるんで。あとはまあね、あの本も読んでいただければ、さらに詳しいことがね。それですね。あれですね、稲作民の、はい、それ用意しておきました。もうそれがね、ほとんどなくなってきたんです。そうですか、よかった。これがね、もうほとんどなくなってきてね、これ最近求める人多かったんですよ、この稲作民の、ね、あ、そうなんですか。でこれは文理学という京都の有名なね、出版社にね、私が最初に本を作ったやつなんですよ、このインドネシアのね、このバリ島とかね、今言ってたサダントラジャのね、あ、今ここにはありますわ、これね、船形屋根のね、家に住んであるんですよ。ここお葬式を出すのに大変なの、そうそう、よくご存じ、テレビでやってました、すごいなと思って、そして
この上にあるのが鳥居の原型じゃないかとかいうようなことを。そうそう、鳥居のね、あの木で作ったね、そういうあの門をあの掲げるんですよ。でこの赤米黒米もね、すごい大粒なんですよ。九州 の、 あの神社よりもね、2メーターぐらいのね、あれこういうこういう宗主の儀式があるんですよ。なんかするまでお家にずっと一緒に暮らすんですね。うん、置いておくんですよ。暮らすんですしばらく。で王様のやつは1ヶ月かかってやるんでね、葬式をね。一般の人でも1週間、お葬式を昼夜徹して見てきましたよ。すごいです。でこのここに水牛をね、その時にね、あの招待客にあの招待する、あの、うん、あの食べてもらうんですよ。そのためのこの水牛の角がね、こうたくさんあるほどここの家はそんだけ長いこと続いてると。でこれは船型の家でね、竹で作った家、竹の文化なんです。だから竹がね、このぐらい30センチぐらいの直径の竹がね、もういっぱい、熱帯地方ですから雨が毎日のように降りますから、竹がものすごい竹ができるんですよ。で日本の竹はこうポツポツとこうできるでしょ。あそこの竹はね、もう10メーターほどの間に竹がもう密集して生えてんの。ちょっと種類が違う、種類が違うんだよね、特色が違うんですね。びっくりしますよ。で船の形をした、まあ、これが写真のやつですな。これが家ですね。だこういう船で、あのやってきたということですわ。大陸から、まあ、日本のムー大陸からやってきたというのを表す民家を取り入れてはるわけ。竹で作った家、今はもうこんなところ住んでないけどね、シンボルみたいになってるけど、こういう家になってるんですよ、今はね。でこういうあの桟敷を作ってね、であの金持ちの人はたくさんの人がもう1000人2000人で来るんですよ、お葬式に。で遠く海外から来るから全員集まれないから、1ヶ月くらいやってないと帰ってこれないみんな。でその間こういう縁になってね、あの踊らはるんです。鐘や太鼓を鳴らしてね、毎晩のように夜を、昼も夜も関係なしに。で、これはまああれですな、船のへさきですな、船形で、こういうふうなおかんでこう担いで村を回ると。これはもう大体こういう模様ですね。向こうの模様ですね。向こうの模様ですわ。でここにこれちょっと見にくいな、水牛の角がね。でここにそう今言ってたその向こうの独特の模様ですな。で高床式でしょ、暑い国だから。高床式の倉庫で米はこの上に保存しとくわけ、保存のままで保存しとく。ああそうなんですか。はあ、で食べる時にあの薄で、あの脱穀してやるんですね。薄でコン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 叩いてやると。でこういう盾、この盾とようにたこういう盾でね、持ったこういうなんか戦闘服みたいな人もこのお葬式の時に現れてくるんですな。この絵も描かれたんですか。これは私がデザインしたんです。写真では撮ってるんだけど、こんな細かい説明まで写真ではできへんでしょ。自分でイラストか、下手なイラスト描いてね。大変ですね。そうそう、これが何の模様を表すのかね、これいろいろ書いてあるでしょ。これ今忘れましたけど、裸足でね、でこれあの帽子みたいなのつけてね、このここにこの首飾りもつけて、で刀持ってね。刀持ってですね。でここにこれは何ですか、槍じゃなくて。これはまあ槍みたいなもんですな。これ槍か森か、そこにもこういろんなものをこう髪の毛とかつけたりね、なんかするんですな。でこの模様がこれ鶏のあれにしてるのかな。上がギザギザギザになってるでしょ。のギザギザがあのギザギザと一緒なんですよ。あの縦のギザギザとギザギザも関係してるんですよ。このハヤトのこの縦と。でこれあのこの縦をああいうのを持ってるんですか。そう、縦をこう持って戦うためのあれですよ。戦い。ああ昔はその。そっか。戦い。追いやられたんですよね、この人たちは。ん？こう奥の奥へ奥へ追いやられたんですよね。まあ、追いやられたというか、まあ、そうでもないと思いますね。あの渡ってきてるんですよ、この船で、この船でね、やってきた人。テレビで見た時、あのまた新しい人たちが来て、どんどん奥の方に入っていったみたいな。まあそれはそうかもしれない。でも熱帯地方やからね、彼らは温帯地方に住んでた人たちやから、
インドネシアなんかの中国大陸とか、だからあの米の作れるところがなかったらいかんわけ。ということはあの太平洋の中でもちょっと高地に住むわけですな、うん、高地に住めば日本の温帯地方と一緒の場所になるから、うんうん、そこで住んでた、いいんですね、だからそれ知らない人が言ってるんですよ。あ、彼らはずっと昔からその温帯地方でちょっと高いところに住んだ、そしたら日本と同じ気温やからね、うん、追いやられたんじゃないんですよ。あ、そうなんですか、うん、知らない、やってる人は知らない、だから日本人やからね、現地の人は違うけどね、日本人がここ行って住んでいた人たちの形跡があるということで、舞台の頃に向こう行ったんだろう、うん、だからあの、遊牧民族に追いやられてね、うん、あの逃げてるでしょ、少数民族、うん、中国少数民族の人たちは、だそういう人たちが中国の山岳、あらタイの山岳地帯に住んでる人たちもいるんだけど、もうそこでもダメだからということで海に出て、インドネシアなんかの島に移住してきた人たちがこのサダントラジャの人たちだ、うん、でここではトラジャコーヒーなんかで有名でね、こういう鶏のね門とか月と太陽の門とかね、こうギザギザ門とかね、アンモ大陸のみたいなですね、うん、そういうのがね、こういうここにいろんな模様がね、木で作って色をつけたね模様がいっぱいあるんですよ、うんうん、すごいですね、これ鶏の姿でしょ、うんうん、でこれはそれぞれもっとアップでやったらいいんだけど、もっといろんなね、こういろんな模様がいろいろあるでしょ、ね、水牛とかね、あそこにねありますね、あそこにある、 あれがそうですわ、そう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 、ああそうそう、あれがそうですよ、あれや、あれ見たらいいね、そうやそうや、忘れてるわお、あの鳥がおるでしょ、水牛がおるし、でこの蛇みたいなやつもおるしね、でいろんなそういう意味があるんですよ、その模様が、うん、模様がね、うん、水牛と鳥と、そう S 字、うん、S 字の型のようなもんがあったり、うんうん、あこうなってるのがあるんです、その家がね竹で作られてるんですよ、あ本当竹ですね、金馬とかね、クリスとかね、うん、そこから、蛇か植物、うん、で上は太陽と、太陽丸がね、太陽のマークと、うん、これなんていうのかな、これちょっとあんた読めるかね、太陽となんとかって書いてあるでしょ、太陽と鳥か、はい、太陽と鳥やね、丸がマークがあるわけですね、まあそれがそこにありますな、だからそう、まあ日本人なんですよ、日本人の姿なんですこれね、だから日本語を喋る人もおるんですよ、うん、あそうですか、うん、米の文化ですから、ただし面白いのはあのお葬式のやり方がここは特色があって、うん、面白いんですよ、で洞窟にあの焼いたりしないんです。洞窟に置くわけです。だから風葬っていうやつですよ。うんうん、風葬、自然に朽ちるのを待つ。洞窟の中とか、洞窟の横にこう垂らしたりしてね、やるという。あとまた洗うとかあるんですか。そんなんない。仙骨切れはないんですよ。それあるのはあの日本の徳之島とか、うん、沖縄の方。沖縄の方のあれですね。うん、それはないですわ。ここはもう、うん、もうそのままで風化してしまうから。乾燥してますね、うん、熱帯地方やから、うん、で腐らない、うん、乾燥してるからね、そうですね、雨が降っても腐らない、遺体をずっとね一緒にそのまま置いたらおかんの中にいると思うので、うんうん、大丈夫なんですよね、うん、で洞窟の中に置いてあるおかんのもう木が崩れてしまってね、うん、そこからもう骨は腐らへんからしばらくは、うん、骨がバッと見えるとかね、うん、もうそんなとこなんですよ、うん、で石の大きい石のところをくり抜いてそこに亡くなった人を収納するという、うん、横穴式みたいなもんやね、でも大きい、もうそのただ単に一つの一箇所だけはなしに大きい岩があって、この一軒ずつ穴を掘るんです、こうね、で4人か5人ぐらいは入るようになってるわけですね、その穴に入れ込んでいくと、で竹の長いはしごを立ててね、もう20メーターほど上の方まで墓穴がこう岩に穴を掘ってあるんです。見えたもん、はい、そこが特徴ない、ここはもうすごいとこなの、行ってみるとびっくりするんですよ、もう、うん、だから私みたいな人しか行かない、そんなの
恐ろしいとこやったんですよ。私行った時なんか日本人の旅行者なんかほとんど行ってなかったから。もう何年前くらいですか。もうこれ何年前、俺35ぐらいのあたりやから40年以上前でしょ。ああ、じゃあ少ないですよね、うん、で民族学の宝庫やというからね、こそら行かないかんと言って行ったんですけどね、うん、当時はまだウジュンパンダンという飛行場からね、あの飛行機が軽飛行機が飛んでたから2時間ほどで行けたんですけど、今も飛行機飛んでないから週に1便ぐらいしか飛んでないから行けないんですよ。週に1便、うん、一晩バスに乗って行かないといけない、うん、そんなところなんです。ものすごく遠いところなんですよ、サダントラジャというのはね、うん、よくぞ行ったね、ここね。それをまあ書いた、ここね。それとバリ島のね、民族とね、これ最近ね、なぜか知らないけど買う人多くなった、うん、もう在庫なくなってきた、なくなりますって。なくなってきた。これたくさんあの出版社が作らはったんやけどね、うん、で出版社に在庫はあるやろういうことで今また送ってくれ言ってるんです。あ、うんうん、よかった。だから私のそのこの民族学の原点はこれなんですよ。実を言うとこれが最初だったんですよ。これ書くのが大変やったんですよ。ここの社長がね、だいぶ苦労してね、この構成していただいたんです。で、前半はこの辺りのあれですよ、神仙とかね、民族の儀式とか、そこからあの上賀茂神社、下賀茂神社のこのなんていうの、この、神仙を備えたり作ったりする。これなんか春日大社の神仙ね。見たな神事といってね、こういうぐらいのところを入れて備えるんですよね。あれはこういうふうに三角形にしてね、米をこういうふうに詰めてやるとかね、もういろんな、これ貴重で、これなんか餃子のような形してるでしょ。中国から来たね、唐菓子っていうんですよ。これなんか昔のおしんこというのご存知ですかね。米で作ったね、米で作ったね、動物の形をしたやつ、新鮮とかね。でこれ餃子なんです、中国の餃子。これなんか祇園祭りとかね、ここの月読み神社、京都の月読み神社とかね、伊勢神宮なんかでもこういうのが備えてたんですよ。これなんかおしんこのような形をこんなもん作ってね、新鮮として備えると。でこれが丹山神社なんですよ。綺麗な色つけてね、並んだ、うん、丹山神社の新鮮、こういう特色あるんですよ。これもそうやね、うん、いやこれ見たらまた欲しいっていう方がきっと、うん、あ、そういらっしゃいますね、きっといるかな、これ新鮮、これ新鮮、これこういうふうにね、またこう、うん、お膳にこういうふうなものをこうね、うん、いろんなものを入れて備えるんです、これは、うん、これどこやったかな、忘れた。これは奈良の春日大社のね、酒ね、そうなんですか、うん、で酒を備えないね。これもそうやね、高森といってね、うん、あ、こう、こう丹山神社も一緒やし、春日大社もこういう、うん、これ模様をつけてね、うん、やる。いろんな、あの私どものここでは百味といって、100種類のね、野の幸、山の幸をお旅所にこう備える、100種類ある、新鮮はね。でこれは株といってね、あの松茸と丸大根とで普通の大根とで兜のような形のもの、ちょっとここにしめ縄を巻いてね、新鮮としてる、特殊新鮮、今でもやってます、特殊新鮮、うん、左側はこれ泡、麦、冷え、わざわざ冷えとかね、泡とか作って、村の人が作って、もう今はそんなん誰も作ってないから、で備えてる今だにね。それここの村、これはお餅にこんな人形なんかをつけたりしてね、うん、お酒に関係あるんですか、それとも関係なく、うーん、どうかな、これ傘餅って、ね、傘餅、餅の形ですね、餅の新鮮に傘餅です。これは常用なれね、極米だけどね、新鮮というのは、ね、いろんなもの、これも餃子の形をしたようなね、あれですね、うん、これは上賀茂神社、下賀茂神社、そっからこれは人型の形をしたね、でこういう風なね、ちゃんともう
あの古文書のようなものにこういうふうにして作るんやというのは書いてあるわけです。神様に備える神饌をね、これ一晩かかって作ったり長いことかかって作るんですよ、この神饌を神様に備えるためにね。これなんかは人見ごくってね、昔は人を備えたんやけどかわいそうやからということでこういう人型のものを作ってね、その後変わったとかね、これはあれなんですよ、北の天満宮とかね、それからこの付近でも大隅というところがあるんですけど、大隅藩とかやってきたね、そこがこの随記、随記ってことですかね、随記に屋根を作って、青い随記で屋根を吹いてね、やる随記神輿っていうんですよ。もう生のですね、生のそのままこれ大変ですよ、わざわざそれ作って保存しとかないかんからね、毎年。これ北の天満宮ねの有名な北の天満宮のお旅所なんですけどね、こういう随記、これ滋賀県でもありますね、これは京田辺の随記神輿、これ2年に1回だけやるんですけど、全部これね、みんなですか、全部随記で、これ赤いね、あの唐辛子みたいなのをつけるんですね、それがこのなんていうの、この紐のところにこうつけるという、名前があったんで忘れましたわ、そういうのをつけて、で上はこの鳥居ですわね、鳥居、これをあのいろんな野菜とか作って、ね、すごい手が込んでますね、込んで作るんです。でこれがその途中のところの神輿をこう動かないようにする紐みたいなもののところにね、こういろんなものをこう毛糸と毛糸とかね、赤とか青のね、それからナスビを入れたりね、キュウリを使ったりね、いろんなものをこう野の幸山の幸でこう作り上げるんです。手はいりません、これナスビですね、これ随記ですね、随記で、ここに毛糸があるでしょ、青とか赤とか、それをこう貼り付けるとかね、これ色いっぱいあるんですよ、これ。これ見てたらもうすごいんですよ。飽きないくらいいろんな材料を使う。これ書いてあるんですよ。ね。だからね、これ調べてるとね、でもそれやってたらね、日本だけではあかんからということで、今度バリ島行ったらね、頭にね、こんな神饌をいっぱいこんだけ高い神饌を乗せて頭に。で、神社運んでいかん。これ有名な。高森記ね、これね。あのリンゴとかバナナとか向こうの野菜ですわな、熱帯地の野菜を頭につけて神社運んでいるという、これ有名なんですね。バリはあの神の島と言われてますからね、そんなことも言ったりね、まあいろいろと行きましたわ、これで、これをね、で書いてね、で先ほど言ってるこの門脇貞先生にね、でこんなんできたんですわ言うて、あの読んでいただいたんですよ。ほな金谷天聖先生からね、この直々の手紙いただきましてね、私の一番信頼している先生から、あなたには脱毛ですって手紙来たんですよなんで先生脱毛ですなど、いやいや、これはね、私はいつも大学ではね、学生諸君に言っとるんやと、足で歩いて原稿書きなさいと、机上の空論ではあかんねやということを言ってることをあなたは実現したと。インドネシアバリ島各地に行ってね、これを書き上げたから、だから脱帽や言わはったんやな。ああそうですか、いやそれは当然、そんな現地行って話聞かんと、そんなもんね、誰かが書いたやつ丸写しでね、横流しではあかん、というのはそんな当然のことは思ってたから、何もそんなこと疑問に思わなかってやったことが評価を受けたということですね。これなんかもこの生駒の近くでね、この稲穂を頭にこうぶら下げてね、秋祭りを行うんですよ。感謝祭ですな。タイムかと思いました。稲穂ですか。稲穂なんです。稲穂、ここがついてあるんです。それ頭に掲げて神社行くはる。この夜行かはん、夜の1時に。こんなんないわ。これ見つけて行ったん。でこれもその儀式の時に取ってもらったら困る。その時は一切もうそこで写真撮ったらいかんと、なぜかというと前に撮った人が亡くなったことがたびたびあったから、あなたが犠牲になってもらったら困るからということで、出発する前に
あの村の人と一緒に記念写真を撮られるときにバチッと撮らせてもらった写真なんですよ。これ実際に神社行く時のこの姿で行かはるんやけど、それを昔見たり写真を撮った人が亡くなったらしい、数名が。だからこれは貴重な写真だ。もう今はこんなやってないかもしれませんよ。ああ、そうなんですね。だからそういうね、そういうところ行ってね、夜を徹してね、だいたいあの祝日の前ぐらいに新鮮作らはるんですよ。な、会社終わるでしょ、会社6時から7時終わるやつ、その足で神社行きますね。ほな夕方から準備して、夜を徹して、明くる日の朝夜明けまでにその神社に備えるんですよ、この新鮮を。それを全部さっきのあの写真なんかね、それ撮った時のやつですわ。なかなかちょっと、あ、写真もありますね。あ、これはよく分かりやすいな、頭の写真がね、うん、これなんかそうですわね。色ついてますね。色、黄色とか、ね、赤色とかね、うん、小豆ですね、赤色は。で、黄色はなんか色塗ったりねしますな。これ作ってるところです、ね、うん、これ笹で作ったり、うん、これ興味あるんですか。あります、うん、あ、そうなの、うん、へ、やっぱりあのそれはそこに伝わってるものですよね。宮内庁に伝わって宮内庁にも伝わってるんですよ、この話。あ、でこれがね、うん、あのお旅所みたいな感じなんです、うん、祭祀をする場所は昔はこれやったっていうわけですよ。ああ、そうなんですか。ここに神が宿る、ここから神が降臨してきて宿る。そういえばね、お狩りやお旅所になるんです。九州でもあります、高千穂もあります。 あるでしょうか。岡倉の時もこういうのやったりしますわね、祭壇をね、こんな作って、そうそうそう、その言われなんですよ、結局。だこの流れが宮中にもこういうことをやってたということ、オカリアを作ったりするのと繋がってるんですよ、うん、これは巫女さんでね、これ十字巫女でしょ、うん、これは祭りの行列ですわね。やっぱり祭祀っていうのは変えられないですもんね、途中からね、変えたらいいか、うん、だからちゃんと変えたものがある通りにやるわ、うん、時間、うん、で、そしてそこをどうぞ。でこのね、この山本村の巫女ね、うん、まさにイスラエルのアークなんです。あ、形も姿も全部一緒、うん、契約の箱なんですよ、うん、これ重いですよ、だからこれね、うん、金とか銅とかで作ってあると、金属で作ってあると思います。重いんですわ、これ4人で担ぐんですけどね、うん、4人でしか担げないですか、うん、4人以外で4人以上で担いだらあかんねん。あ、そうなんですか。だから契約の箱なんです、イスラエルの契約の箱やから4人以外のものを担いだらいかん、白装束して、うんうん、それなんですよ、これアークと思いますよ、これ、うん、今アーク探してはるけど、うん、これがアークですわ、うん、正真正銘サバ神社、うん、サバ神社、これトライブですね、うん、あ、水牛ですか。水牛をね、あのこの場で殺すんですよ、うん、で料理する、うん、で出席者に食べさすんです、うん、豚と。で服装はこういうスカートみたいなのを履いてらっしゃるんですね。そう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 、ね、うん、こういうなんで儀式するんです。普段はこんなの履いてませんね。あ、儀式の時、うん、これは何やったかな、これ何、あ、バロンね、あのバリ島のバロンダンスのね、バロンの時のあるんですね、うん、バリ島はもう公開仮装ですからね、うんうん、うわ、すごいですね、本当にちょっと楽しみです。こういう興味あったらすごいわそうですか。写真撮りましょうか。ああ、じゃあ今切って。まあこれと、そしてあと1、2、3でしたね。はい、はい、ちょっと用意しますわ。これね、1と2と3、この3つとこれを買っていただいたら、私の今までの研究の、まあ、全てが、ね、あれは世界の歴史と竹取物語は竹取物語は変わりますか。いやいや、もう今回はこれで、また重いからね、持って帰るの重いから、はい、これ全部読まれて、また竹取物語のこれをね読みたいと思います。これはまだ残ってますから、そんなにきつく買っていただくとも大丈夫なんで、またあの時間があればこの3つと4つ、こんだけですね、これ何本やない、これ3つで3、6、6、6、これ1万1000円か、4000円とか言ってましたよ。4000円と3000円、1万1000円と、これがこれ何、5000円か、1万1000円と5000円だな、1万6000円ですか。これ重いね、あの
カバンに入りそうですか、はい、そしたらいいわ、これ入れるためにね、うん、あ、持ってきていただいたカバンを、ありがとうございます。いやいや、あの、ほんなら送ってもええんですけど、やっぱりこう自分で持って帰って、で、この重みでまた家へ帰って読むというのがまたこれ楽しみですわね。ああ、わざわざ京都まで来て、この3冊の本と、皆作民族を買ってきて、これを読もうとする、そのやっぱり嬉しいですね。そういう人が来ていただけるのはね、あの郵便でね、あの送ってほしいという人もたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、お釣りいりますね。4000円、これね、3冊、あのね、全部買ってくれる人が多いんですよ。シリーズでやってますんでね。で、やっぱり3冊読まないとこの中身がね、わからないと思う。ちょっと高いのは高いんですけど、出版部数が少ないからどうしても高くなってしまうんだ、これね、お釣りでね、ありがとうございます。いや、嬉しいですわ、わざわざ九州でお越しいただいて、で、今日もこれで、ね、もう奈良行かれて、奈良、大阪、ぐっと待ってもらう。今日はね、帰ります。あ、そうなんですか。あ、そしたら荷物にならないから、ちょうどよかった。これね、はい、忘れないね。春日大社にも行って、あ、春日大社の神聖見てこられた、あれ、あ、さっき乗ってましたから、ね、あれ、あれも高森の有名な、うん、あれお祭りのね、春日大社のお祭りの時はね、公園、奈良公園にね、あの土舞台をわざわざ作るんですよ、お旅所があって。あ、そうですか。そこでね、夜、その、あの春日のお祭りの時に儀式やるんですよ。その儀式が面白いんですよ。もしね、あれ正月やったかな、旧正月の時だったか、夜中にしてるような、夜中にやるんですよ、うん、春日のお祭り言って、すごいですわ、あれは。そこの土舞台で舞うその踊りがね、日本最古の舞やと言われてるんですよ。寒い時期ですわ。あ、でも寝打ち合いましたわ、あれは。焚き木をね、2か所で燃やしてね、その明かりでね、儀式されるんですけどね。どうなんですか、中国式みたいなんですか。いや、中国式じゃないですよ、日本古来の舞ですわ、でもね、イスラムのね、そういう形のものもありますね。あ、こういう風にしてね、観音さんが白い装束でね、こうやってこうにこうぐるぐるっと回ったりね、こう歩きながらこうこうしたりね、それが神楽の音楽に合わせて、無言で、音楽はなんかポンポン簡単なあれだな、無言でこう、それが一番最初なんですよ。不思議な舞ですよ、男の人が回る。いや、これは隠してんですか、顔はね、なんかこういうふうな顔ってあるかな。いや、顔は見えますよ、ちょっと見えるけど、なんかこう、なんかそういえばなんかあるみたいね、こういうふうにしてね、なんか悲しい顔をしながら、こう、白い、真っ白の装束でしょ、舞台で4人か5人がおーっとするだけ。あれは不思議やね、何かな、なんかわかんない、なんか意味はね、意味があるんですよね。昔からのままをそのまま引き継いでる、一切変えず。だから、岡村もね、やっぱりそういうのをずっと継いでるみたいですけど、巻いてによってちょっと変わったりとかね。でも岡村なんかはあれも不思議なあれですね。まあ同じようなことをね、繰り返しますもんね。岡村言うたら、我々見るのは巫女さんがね、こうやってこう扇持ったり、こうやってあれ、あんなんじゃないんですよね。男の人が舞うんですよね、昔は。なんかそういえば、禁止されたとか。あ、そうなんですか。うん、そして、なんか、ダメになって、それから民間に行ったのかな。かもしれませんね。明治の頃に、女性が妻子を制ということになったかもしれませんね。そういう制度になってね。昔からやってるやつはもうやったらいかん。こういうのを見させてもらったら、ちょっと参考になります。あ、そうそう。その頃はまだ行ってた頃やから、今はもうなくなったかもしれませんね。そうですね。だんだん
そう。だからそれがね、宮中でやっておられるのと同じやり方らしいですよ。春日大社なんてはまさにそうでしょ、うん、春日とか上賀茂下賀茂神社は宮中そのものの儀式を踏襲されてるわけですから、それらに行って取材していたやつですよ、うん、だから今ではもうそんなんやってる人いないね、うん、やっぱマスコミにね、いらっしゃっただけ、まあまあね、まあまあ取材の仕方とかいうのはね、まあ、きちんと見て書いてるから、うんうん、そう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 、うん、それとかまあ昔にあった古文書類もある程度チェックしながらね、うん、やってましたからね、うん、そういう面では貴重なものかもしれませんね、うん、と思います。あの貴重なもんでしょ、一回ね、一、うん、回あの、まさこさんでした、しらすさんとかね、あの辺の人たち、あの神様にそのお供えするあの食事のね、それ本してたのを一回見たんですよ。あ、それっきりないですね、本屋さんには。あ、ないね、うん、私もある一人一人の人だけがちょっと書いてあるやつはあって、それを拡大して私がまあ体系的に一冊に書いたんですけど、ね、それ以降やる人いない、ね、もう今こんなやってないじゃん、そう、そういう申請も夜中かけてどん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 もう簡略化されてきてやってないかもしれません。やってなかったらね、これは貴重な資料です。そう、実はそうなんです、貴重なんです、知る人の知るそれを知って買っていただいてるというのは嬉しいですね。ありがとうございます。すいません。はい、貴重な時間。